ははいこんにちは中学受験桜らチャンネルの滝直樹ですえ今日はね、えー、素数について、えー、勉強してみましょうこの中学受験さくららチャンネルはこれだけで中学受験できますをコンセプトに作っているチャンネルですいいなと思ったらチャンネル登録・高評価メンバーシップの方もお願いしますでは早速やってみましょうねえー、これね約数が 2個の2桁の整数で最も大きい数は四角です。約数が2個しかないで2桁の整数。こういうねえまあこれ2桁じゃない2だったら 2÷1 と 2÷2 でしか割り切れない約数が1と2しかない3のように 3÷1 と 3÷3 でしか割れないね5だったら 5÷1。 5 5でしか割れない約数が2個しかないものをこれ素数というんですけれどもまあこれは素数という言葉は一言も出てきてないですけど2桁の整数の中で最も大きいものねえー、まあ今日99からやってったらまあこれでもう終わりですからちょっとね今日はね素数たくさん出してみましょうえー、まあ1桁だったらこれ7もそうですね1と7の約数89ダメ10ダメさあじゃあここから2桁いきます11もそうですよね 1> 1と11しか約数ありませんさあ13もそうですね1と1314151617これも1と17でしか割れません18191、ね、と19さあじゃあ今度20代、ね、21222323素数ですねこれね 231と23242526272829も素数ですねさあ今度30代です31も素数ですね323343536さあ37も素数ですねこれね3839素数っぽいけど3で割れます13で割れます。 さあこれ三十代二つです。じゃあ今度四十代さあ四十一これ素数ですね。四十三これも素数ですね。四十四四十五四十六さあ四十七も一と四十七ですね。四十八四十九は七七で割れますからね。さあ四十代三つありました。さあ五十さあ五十一はねこれ三で割れますからね。 えー、5たす1 6ですからね各位の数の和を足して3で割れたら3で割れますからさあ5253素数ですねこれね545556575859が素数です、ね、57は3で割れますよ結構割れますさあ60代61素数ですねこれね 62、63も割れます。64、65、66、67。えー、67素数かな。ね、えー、68、69は23で割れます。さあ、70代いきます。71素数です。72、73も素数ですね。74、75、76、77。 78さあ79も1と79でしか割れません。さあ80代80818283、えー、ねこれ素数だよねこれね84858687は違いますね8889ね。さあ今度は90です。 さあ91はねこれね確か13で割れます7でも割れます949596でしょさあで97はねえ割れないんだよね1と97だけ9899さあこれだけ素数あるんですね2 3 5 7十1 1 1 3 1 7 1 9 2 3 2 9 3 1 三十七、四十一、四十三、四十七、五十三、五十九、六十一。六十七、七十一、七十三、七十九、八十三、八十九、九七十一だったら、七十一割る一と、七十一割る七十一でしか割れない。そういうのを素数と言って、約数が二個のものを素数という。まあ、でも、この場合、じゃあ、答え何かというと。二桁の整数の中で、最も大きい数ですから。これ、九十七が、えー、答えということになります。まあ、今日はね。 素数がね、一から百ぐらいまでだったら、まあ、ペロッと出せるようになりましょう。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、メンバーシップ、お願いします。では、今日はここまでにしましょう。